夜も遅くなってきましたが、秘密保全法の話題が出てしまったので一言、秘密保全法って法律、一見すると国家の秘密を守るためっていうもっともらしい感じがするんですけど、実はそれを知り得た一般市民を規制したいんですよね。マスコミとか市民記者とか自由に物を言う人で、公務員が国家であれ地方であれ秘密をばらすことは現行の国家公務員法、地方公務員法、守秘義務というのがあります。あなた方外務省、まあほとんどの人も引退してるかもしれませんが、1971年西山記者事件というのがありました。あれで外務省の女性職員、国家公務員法の秘密漏洩罪、そして毎日新聞の西山記者、国家公務員法の秘密漏洩罪のそそのかし、脅迫行為、それで処分されました。要するにですね、現行の法律でもやれるんですよ、公務員だったら。だったらわざわざ新しい法律作ることないじゃないですか。ね、過去にこういう例があるわけですよ。だったら十分じゃないですか。まさにですね、現行の法律とかそういうものをね、うまくね、生かそうとしないで新たな取締り法規をもっともらしく作るっていうのはね、権力側が民衆を抑圧したいパターン、そういうことなんですよ。新たな治安立法、取締り法規は、そういった権力側の思惑、そういったもので作られると。現実に、例えばですよ、西山記者事件というのがありました。それが、まともに国家公務員法が機能してなくて、その当時の女性職員や西山記者を有罪に持っていけなかったら、ね、新たな法律の不備です、新たな作んなきゃダメですってなるけど、できたんですよな。だから西山記者有罪で、ね、女性職員は免職されて、ね、おまけに西山記者は正規の大スクープだったはずなのに、女性職員との条約を通じてということを、またあの週刊誌に書かれて、またあの週刊誌に書かれて、またあの週刊誌に当時書かれて、まあ40年経ってもあの週刊誌変わってないみたいなんですけど、そういうことをやられて、情の問題に振り返られるけど、本質は国家公務員法の、ね、そそのかし罪、秘密漏洩のそそのかし罪と国民の知る権利の問題だったわけですよ。まあ、40年経って外交文書が出てきて、日本政府はなんかすっとぼけたらしいですけど、かの相手国、アメリカの方が先に認めちゃったっていう、核抜き上げに関してはね、そういうことなんです。すなわちね、当時とかそういうのは外交上あり得たとしても、数十年後には公表されるという前提で、歴史家の評価に耐えうるだけの暴力を、秘密をしない持ちながらも、するのが政治家であり、で、高級官僚の務めなんですよ。まさにね、秘密で漏らしたからどうかなとか、そんなね、ちまちましたことじゃないんですよ。あなた方が国家に影響を与えるってことは、それなりの社会的地位を保障されてるわけです。国一とか、まあ今国一って言わないらしいんだけど、国家公務員総合職ですか。受かってなったり、政治家になったり、そういう人たちは社会的地位があるっていうのは責任を取れるからなんですね。まさにですね、秘密っていうのは、それと軽くたいなんです。ね、それこそ一般市民に関してどうこう取り締まるなんていう感覚は、国民の知る権利を侵害するばかりではなく、あなた方の動き、あなた方がこうやって締め付けたいだけなんですよ。まさにですね、1971年の西山記者事件、そういうのがあった、その事実だけでも公務員法の趣旨義務違反で取り締まれるならば、別に問題ないじゃないですか。仮に重要な秘密漏洩とかを作るならば、国家公務員法の含み規定を変えるかやればいい。要するに一般国民じゃない、あなた方の内部の問題なんだ、これは。もう一つね、よく新聞記者がね、事件で今日逮捕とか言って、なぜか被疑者宅写真撮るかで来るでしょ。あれって警察官を応援してるんですよね。あれこそやばいんじゃないのかっていう、国家公務員法、まあ警視庁の職員の方は国家公務員でしょうけども、地方公務員法違反なんじゃないかと、ね、そういうことがばかり通ってるってことは別の意味で問題だし、新聞記者の皆さん、これ真面目に運用されると本当に全員西山記者と同じ運命になりますよ。今の現行の国家公務員法ですら解釈次第でこうなるんですよ。
公務員が、例えばおまわりさんが社会部の新聞記者さんに、あの犯人明日捕まえるからね、家宅捜査かけるよっていうことを言ってしまえば、秘密を漏らしたことになるよ。で、それを新聞記事にしましたと、近々逮捕カーンみたいな。だけどこれ両方とも西山記者と同じ構造なんですよ。ね、公務員法上の秘密を漏らしてそれを記事にしたっていう、まあ、偶然あれは外交だからやったんだって話もあるかもしれませんけど、皆さん日常の話なんですよ。それを新たな取締り法規を作るってことははっきり言いますけど、もう情報統制されるってことです。都合がいい情報を書いた人は捕まらないけど、都合が悪い情報を公務員から得て書いた人は捕まる。それはまさに国民の権利、そういったものに関して知る権利を侵害することになります。ぜひね、過去の例に並んで、もちろん、ね、1971年のこういうことを知ってる人も、もしかしたら外務省でも OB の方とかにつながりがある方、この辺の自宅、まあ、実はその石山記者と、あの当時の外務省のこんなことはないって言ったら実は嘘でしたっていうのはある雑誌で対談しちゃったんで、あとまあ、私はあの出版社嫌いですけど、山崎東吾さんの作品で、まあ、あれ小説なんで多少デフォルメありますけど、あの新潮社ですけどね、あの運命の人って出てますんで、まあ、小説なんで、あの事実とは異なるところもありますが、ぜひ皆さん、ね、ここの省庁であった事件ですので、若い方、ぜひ読んで考え直してください。本当にやばいですよ、あれ。自分たちの振りかかりますし、ね、国民だけじゃないし、あなた方からは一部の権力者の取り締まりだけも使われますからね、本当気をつけてくださいね。ぜひ17日まで、本当は1ヶ月やるパブリックコメントが20日に短縮されて急いでるっていうんで、皆さん17日忘れずによろしくお願いします。